放送されている画像を受信した例の気象無線模写通報の気圧配置図共同通信船舶ファクシミリ新聞電報局が放送していた全日本会員組合の組合紙船員新聞ファックス版ラジオファクシミリとは無線で送られるファックスのことルファクツと表記されることもある世界中で運用されており送信に 単波体を用いたものがよく知られており、日本国内でも受信が可能である。画像配信の手段が充実するとともに、運用の機会はかなり減少している。現在国内では、気象庁による、主に、船舶向けの高層天気図、等の専門天気図の配信に利用され、また、共同通信社も、ファックス新聞、共同ニュースを送信している。ルティのように、 周波数変異変調を利用して画像を白黒の2段階に量子化したデジタル信号をそれぞれに対応した周波数を割り当てて送信する方式。原理上、中間調が表現できないため現行の濃度を再現するためには網点を使うことで表現する。FM ラジオのように直接周波数変調を利用して画像の濃淡の変化を周波数の変動に 対応させて送信する方式。連続的な濃淡の変化が再現できるため、写真のようなグラデーションが表現できる。占有周波数が大きく広がるため、フィルタ回路を使って、周波数変動の上限、加減を設け、それを超える、周波数は送信されないようにされる。濃淡の基準となる信号が含まれないため、受信側の同調がずれると白飛びしたり、 黒つぶれすることがある。SSTV のように、振幅変調の副反送波に、現行の濃淡信号を周波数の変化に変換した、信号を入力して、送信する方式。SCFM 変調方式。単波体で用いられる、ラジオファクシミリでは、1500Hz を黒レベル、2300Hz を白レベルとし、黒レベルあるいは白レベルを、 同期信号に用い、操作線を1分間あたり60あるいは120本送信するタイプが多い。A4 サイズの原稿を伝送する場合、120rpm で12分程度かかる。APT 形式ではサービスの無人監視が可能である。これは、ほとんどの地上気象ファクシミリ局及び、正式小衛星で採用されている。 1945年2月23日に、伊王島から太平洋を越えて送信された有名なラジオファックス、画像1924年11月29日、RCA の科学者であるリチャード、H レンジャーが開発した、フォトラジオというシステムを使用して、ニューヨーク市からロンドンに写真を送信した。それは、カルビンクーリッチ大統領の写真で、世界で、 初めての写真における大西洋横断が無線送信であった。また、その年に AT&T のエンジニアであるハーバート、E.I.Bus が最初のカラー写真を送信した。1938年、ラジオ新聞を読む子供たち、ウィリアム・フィンチが開発したフィンチファクシミリシステムが1930年代後半に導入され、ラジオ新聞を 個人の家に送信するために使用された。このシステムは、フィンチの関熱シプリンターを備えた、通常の家庭用ラジオ受信機を使用しており、ラジオ新聞と呼ばれた新聞のラジオファクシミリは、アメリカの一部の民放 AM ラジオ局によって送信された。ただし、送信速度は遅く、12インチサイズの紙面を1ページ、印刷するのに、約20分。 一晩で6時間かかっていた。朝食時間帯に間に合うように配信、印刷するため、ラジオ新聞の利用者は、受信機にタイマーを設定した上で、通常のラジオ放送がない夜間に、ラジオ新聞用の電波を送信する、AM 局からの電波を受信する必要があった。1940年代後半までに、ラジオファックス受信機は、ウアスタンユニオンの テレカー電報配信車両のダッシュボードの下に収まるよう小型化された。ありがとうございます。